の中に見えました。どう、ケージ見てたもんさ、うん、全部覆わなくていい。あ、下も覆います。下も覆った方がいいよね。お水だけ。よし、うん、じゃあそれで出ました。出た出た、よくないね。シボが、はい、大丈夫。はい、匂いがあるでしょ。バナナさんあるでしょ。はい、匂いあるでしょ。ほら、黒いしね。はい、うん、なつみ、はい、お引っ越した、なつみ、早速上の段、もう探検するね。あ、もう上の段覗いてるわ。乗った、えらいね、えらいね。じゃあ上にピンクを置いてあげればよかったね。大丈夫だよ。じゃあここを閉めちゃうんですね。なつみちゃん、はい、ジャン君、怖いですか。知らない人がいるから、はいはい、大丈夫。はい、猫よりやった人たちに怖がる。あつみちゃん、ごめんね、ちょっと怖いかな。はい、こんにちは。怖かったね。ちょっと怖かった。ちゃんくんはずっと目で追ってるね。うん、そうだね。おお、アップになったよ。お腹ペコペコだよって言ってんの。うん、水を入れます。ちょっとビキュリビクブクしてます。よいしょよいしょ、ごめんね。全然人のこと大丈夫なんだね。そうだね。閉める。はい、閉めます。はい、閉めます。こんな感じです。やった全部気の弱さが出てるね。ポンちゃん大丈夫なんだよ。ケージの扉を開けるようになって今日は3日目なんですが、初日にはポンちゃんも2回ほど部屋の中を歩きました。歩くかな。2日目は開けてるのに
全然出てこなくて、それも嫌だからじゃなくて、外に出ることも可能な状態でこのケージの1階でくつろいでました。ポンちゃんにとっての外とケージの中、今のところケージの中が自分のエリアっていうふうにまあ思ってるんでしょうね。さあ対決が始まります。ポンちゃんの勝ち。はい、ポンちゃんポールに乗る。はい、どんどん追い詰められるちゃんくん、これだねきっと。でポンちゃんはもうほぼ、棚の上も経験したし、二人でベッドに入っています。ポンちゃんが入りました。これはかわいい。ジャン君が入ってるとこにポンちゃんがすり寄ってきました。なんか今日はさ、うん、ポンちゃんが妙にジャン君に甘えるよね、うん、何か心境が変わったんだね。しかも見てお手手乗せてるの。ジャン君ちょっと居心地悪そうだけど我慢してあげてくれる？ポンちゃんがなんか甘えん坊さんになってるよ。ジャン君、ポンちゃん、ポンちゃんも行けるぞ。はい、両方なでなでできました。
仲いいね。ポンちゃん、仲良しです。はい、ジャン君の手。ちゃんも、うん、まあジャン君程度には行けてるかな、うん、意外と落ち着いてるか、うん、全然暴れない猫だね、ポンちゃん、うん、そっか、はいはい、ちょっと不安にゃん猫だね、ポンちゃん、ポンちゃん、ポンちゃん、全然暴れないよ、はい、ちょっと嫌かな、ちょっと嫌なの、でも体は全然暴れないの、なんでかな、うん、そうなの、はい、うん、出てるポンちゃん、本当だね、あ、嫌なの、はいはい、わかりましたよ、はいはい、ごめんね、掃除機から避難したジャン君は綺麗にしたケージの中にまた入っちゃいました、一時預かりですね、まだ行き場のない小さな子、人間にも慣れていない子を人間の愛情に触れさせるという、試みです、どうぞ、はい、おさぎですが、ごめんね、ちゃんくん、はい、ちゃんくんが久しぶりにシャー言ってます、これもね、痛くないの、鼻のとこちょっと傷がついてるね、やれるかな、ちゃんくん、ポンちゃんが二
人で見ています、さ、しおんくんはご飯の音でちょっとそわそわしています。ちょっといいよ。一応言っときますけど、その冷蔵庫の上はジャンくんは一度も行ったことがありませんよ。ぽっちゃんだけですよ、行ってるのは。そうだね、うん、怒らないの、ポンちゃん。触ろうとすると避けて逃げたり怒ってるし。どうでしょう、ここで少し仲良くなってきたりなんかすると、あ、今左手がちょっと浮いてるよ。でもこんなに近づくなんてね、自分でね。はい、こんにちは。こんにちは。状態でもいいか。はい、自分で安全確認してください。そうなんだね。割と早めにご飯を出してあげます。はい、アンドゥちゃんの大泣きが始まりました。ラブくんは面白いよね。撮ってるかな。おとなしいお利口さんね。はい、じゃあ安全を期して一回閉めるね。はい。そんなに問題ないですね。ちょっと体に触った時に小さな声でシャッって言ったのがまあ聞こえましたが、
ゃあさ。あ、大丈夫だね。はい、パンダちゃん足怪我ありませんね。ジャン君、ポンちゃんのすぐ横にいることに決めたようです。はい、ジャン君、ポンちゃんは2人ともいつも通り仲良しです。まあもうちょっと飽きれもしないぐらい普通になりましたね。いいね、かわいいね。朝からジャン君とポンちゃんが遊んでいます。誰だ。はいはいはい。あ、怖いね、怖いね。あ、すごいね。大きいやみたいな。はい、そうなんです。あ、ハンモックに乗ってる。あ、よかった。はい。今日カオリンの保護主さんがうちに来るので掃除機を今かけていたらですね、ポンちゃんがいるスギニャンのてっぺんに、カオリンが助けて来ましたよ。はい、ポンちゃんおはようございます。なぜかポンちゃんの近くにカオリンちゃんはすり寄るようになってきましたが、ポンちゃんは怒ったりしないんですね。もういいんですね。そして面白いことに、あずちゃんおはようございます。これが、はい、無事でよかったです。いっせーのせー、このような状態に、家がパンダだらけになっているわけでございますが、これが2部屋目もいっぱい集まり始めています。緊張してますね、まだジャン君。ポンちゃんが寄り添っているのでまあなんとかなっていますが、ジャン君はやっぱり怖がりですね。ジャン君、ケージの下を開けましたよ。なんかさ、物がないとさ声が響くんだね。そうだね。自然に入っていただきたいので、ここのソフトクレートというやつですね、これを置いておきます。あとはほら、ほらほらほら、ほら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 ほ
し、新居にたどり着きました。おそらく今日中にはですねエアコンが入る予定になっています。エアコンの業者の方がですね体調を崩されてというのまで本当に暑いです今ね。はい、ラブラブ。おはようぷんちゃん。立地としては毎日富士が見える位置に住んでいるんですけれども、どうしても建物でですね、見えないということで、たまに、条件が整った時に見に来るということになると思います。おやすみ。じゃあ封しますよポンちゃんの代わりにね。せーの。はい、おめでとう。ポンちゃん、仲がいいね。ほら、もうこんなにいっぱいだから、ちょっと待って、これ開けたら入るかな。よいしょ。状態で入らないと十分に遊べないんだよね。 そうなんだよね。そしてジャン君はすぐバリバリ噛み始めるんです。まあ、それがジャン君の遊び方だもんね。あくび、ねえポンちゃん、お、すっごい今カメラ目線してる、ねえポンちゃん、面白いかな。ここ閉めるとね、穴がこう開いてて、ここからさ、きっとね、猫じゃらし入れたりとかして遊ぶんじゃない？確かね。こちらで
抱き合っております。ジャン君は安価の上に乗ってるからあったかいけど、ポンちゃんここ冷たいよ。自分で温めてる。ポンちゃん、3日かと思っていたら今日は4日でした。日の3月3日のひな祭りの日にまおいママさんがペイントしたひな人形です。かわいい。移動してきた、移動してきた。面白い。不思議な生き物に見えるよ、ポンちゃん。はい、1個でした、1個でした。2人とも1個ですね。同時なでなで。同時に振り向いた。かわいいにゃん。はい、ギターの首に乗る猫。色もちょうど合ってます。ヤンコでやってたりとか、すごいね、ポンちゃん。どうしたの、嬉しいね、ポンちゃん、嬉しいね。火を浴び、あ、もうちょっと開けようか。あ、もう無理か。いい感じ。はい、半分ずつそこに座ってください。はい、よろしい。はい、これで仲良しです。そして日に当たって気持ちよさそうです。いいね。ちょうどここから1時間ぐらいは日が当たるかな。今7時半だよ。
太陽が今が一番日差しが少ない、頃だよね。ここから今2月初旬なので、ここからだんだん日照時間が増えてくるよ。我が家の場合は向かいにマンションがあるのでちょっと削られてるけどね。はい、かわいい。ここがこの寄り添い方がかわいい。はい、おはよう。はいはい。仲良し仲良し。あ、カラリッツだな。あ、かわいい。ジャン君超かわいい。ポンちゃん、おはよう。ポンちゃん、そして面白い格好になってるね。ポンちゃん、はい。いただきます。はい、ちょっと持ち上げてみようか。文句は言うけど暴れない子ちゃんです。はい、我慢できたね。ねえ、いくらね、ポンポンちゃん。可愛く窓の外を見ているジャン君とポンちゃんですが、あと30分するとですね、 NTT のおじさんたちがこの部屋に来ますよ。なんか工事をするそうですよ。お二人とも大丈夫ですか？もう今から向こうの部屋に行っといた方がいいような気がするけど、でも日が当たってんだよね。そうだよね、向こうまだ日が当たってないんだよね。30分経ってからでもいいけど、でもパニックにならないでね。
開始。今はまだ夕方にはまだ早いか、うんね、3時ぐらいかね、うん、3時になるとふみふみするポンちゃんって言っていいかな。昨日はいつやったかな、わかんない、いつでもやるよねポンちゃんね、うん、ちょっと眠くなったなって思ったらここ来てやるかね、うん、このプチプチいう音がね面白いよね。手元を取っておきましょうか。ぐるぐる。ポンちゃん。手はプチプチ、喉はぐるぐる。結構長い時長いよね。5分以上やってる時とかあるよね。じゃん、初のモフモフ、これなんだろうな、アザラシかな。なんと言えばいいだろう、なんとかドーナツみたいな感じの。はい、ふみふみしたらこのまま寝るでしょう、ほっといたらね。真ん中のクッションがですね、意外とこういいクッションしていて、こうへこみが少なかったので、このところ黒犬おじさんがこう踏んでですね、鳴らしていたところです。でそんなにはなってない、まだクッション性高いんだけど、ポンちゃんが見つけて今踏み踏みを始めました。あまり刺激しないようにはしますが、このままここで寝てくれればベッドとして今後使えるようになります。おはようございます、ジャン君ポンちゃん。おはよう。一バトル終えてそして仲良く並んで日向ぼっこをした後に今くつろいでいるところです。ジャン君がすごくなんか神々しいけど光っちゃって見えないね。ほとんど顔は白く飛んでおります。ものすごく神々しい、かっこいい顔しています。ジャン君ポンちゃん、今日もお天気は良さそうですよ。よかったね、日のたぼこできてね。ピチャピチャとか音がしないんだね、ちょっと静かな飲み方、うん、こっちではなんかゴロンゴロンしています。ポンちゃん、ポンちゃん、ポンちゃん、気持ちいいの、はい、気持ちいいんですか、はい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 、皆さんお集まりください。長めにしようか。さすがポンちゃん早いね、うん、すごいね。
どうした？日がさしてるね。結構日差し強いじゃん。こんな遠くから呼びつけるんですか、ポンちゃん。ポンちゃん。はい、おはよう、ポンちゃん。ポンちゃん。曇り空から今、日が差し始めています。ポンちゃんは素早く察知してここまで来ました。日に当たりたいね。ポンちゃん、ポンちゃん、はい、ポンちゃん、えらいね。ポンちゃん、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 並んじゃって、ポンちゃんや、ポンちゃん、ちゃんと伸びて、ジャン君、ポンちゃん、今日は微妙な温度ということですね。朝からちょっと暖かかったんで、窓開けたりしてたら急にちょっと涼しくなってきてですね、なぜか、まあなぜかというか、ここに、まあ、大井ママさんが置いているのはここに入っていいよということなんですが、普段入らないこんな感じね、猫ベッドに入って2人で抱き合って寝てるよ。あら、ポンちゃん、いいね、ポンちゃん、ポンちゃん、ポンちゃん、気持ちいい？いいね、ポンちゃん、結構いいの？ほら、ポンがポンがブラッシングしてもらってるよ。いいね、ポンちゃん。昨日大雨降ってたからね、今日は朝から日が日が入って気持ちいいんだね。キーボード落ちそうだから溶けるね。はい、ポンちゃん、ジャン君もおいで。入るとこないけどね。はい、ポンちゃん。はい。ポンちゃん。ポンちゃん、ワルに買ったの？スリスリしたくなったんだね。かわいい感じになってきたね、ポンちゃん、ポンちゃん、はい、なんかポンちゃん、ポンちゃん、ハッピーだ。ポンちゃんに乗せるのはかなり難しいね。そうだね。
でも意外と最近、ほら見て見て、えらいねポンちゃん。朝からこんなに可愛くていいんでしょうか。いいんだよね。可愛い。あらあら。あらあらポンちゃん。ジャン君。お二人が並んで。おやつとかあげられますね。そうなんですよ。ジャン君のね。膀胱にね、石ができるので、はい、はい、どうぞ、ご飯です。あら、いつもより美味しいでしょ。あれ一緒だよ。あれ、美味しいよ。あれなんか一緒。まあ、美味しいこと。ポンちゃんが、あれうちの子はガツガツ食べません。よかった、食べてくれた。ポンちゃん、暑い時に、暑いとこっていいよね。そして、カレーでも食べると最高だよね。ポンちゃん、あー、はいはいはい、ねえポンちゃん、ポンちゃん、ポンちゃん、プロレス中です。戦い中ですか。ジャン君、ポンちゃん、おはようございます。はい、はい、間に合わなかった。向こうで泣いてるとこが取れなかった。あ、そうなの。はい、ごめん。はいはい、目が覚めましたか。長かったね、ポンちゃん。ポンちゃん、長かったよ。ずっと寝てたの、ポンちゃん。はい、いいかね、ポンちゃん。はい、できたな。なに、ポンちゃんの抱っこ。抱っこする。はい、お願いします。はい、抱っこします。はい、抱っこ。ポンちゃん、ちゃん、かわいい、抱っこ。ポンちゃん、ポンちゃん、抱っこ。ポンちゃん、ポンちゃん、特に嫌がってる様子はないね。全然どこも力入ってこない。はい、ポンちゃん、降りる。はい、ポンちゃん、はい、ポンちゃん、ポンちゃん、抱っこ好きになりなさいよ、ポンちゃん。ポンちゃんに愛ちゃんが入れ、愛ちゃんが入れ、うん、ポンちゃん、もうちょっとよく見せて、ポンちゃん。はい、はい、ポンちゃん、お似合いよ。かわいいよ、ポンちゃん。いいね、ポンちゃん。うん、はい、よく見えました。ポンちゃん、ポンちゃん、おはよう。ポンちゃん、あれ、あー、ポンちゃん、
ポンちゃん踏んでんの。踏み踏みのねね。赤ん坊帰りしてんの。かわいい。ポンちゃんは涼しくなると踏み踏みをします。はい。なんかポンちゃんの鳴き方だとイライラしてるとか出ちゃうらしいよ。もうちょっと可愛く鳴いてごらん。ポンちゃん。ポンちゃん。はい。ポンちゃん。はい。ポンちゃん、ポンちゃん、はい、ポンちゃん。落ち着いたか。よいしょ。うん。はい。これでも喜んでるんだよね。ニャントーク稼働中、人間の声には反応しないんだね、うん、これをですね、動画で撮ったポンちゃん、こうやって置いとけばわかるか。いくよ、ポンちゃん。はい。あれ、あったすごい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 。大好きだよだよ。大好きだよって言った。あれ今のは取れなかった。もう一回。恋をしているのって言ってるよ。ポンちゃん、そうだったの。そうだったのか。よかった。